はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第275回でございます。今回はね、高3でボランティアを始めた理由っていうのを喋っていくんですけど、自分のね、記憶がちょっとあんま曖昧なんですけど、この話したかな？一応確認したらちょっと見つからなかったんでね、まあ話そうと思って。そう、ボランティアやってたの、高3の時にね。しかも受験生じゃん。しかも俺国公立に、専門学校志望から国公立志望に変えて、全然下手したんなかったのに、そのボランティア始めたのね。まあ、その理由をちょっと話していこうかなと思ってて。で、あと安定というスキルっていうと、ドタバタ3月っていう感じですね。だから右下に関してはまあ紹介です。一応サブチャンやってますよってことで、とある男が息抜きしてみた。すげえまったり更新ですけど、まあ、そんなチャンネルがありますっていうとこと、あとツイッターは、@ハイチのアンダーバーとあるでございます。ひらがなハイチで検索してみてください。つうことでじゃあ、本編入っていきましょう。で、今日は3月3日ですね。まあ、撮影してるのは3月2日なんですが、まあ、受験が終わりましたということで、結果報告をね、かなり多くの方からいただいております。本当に皆さんお疲れ様でした。まあ、でもこの4日の週、もしくは11の週にね、受験最後の本番がある方もいると思いますので、その方はね、ぜひ最後、ラストスパート、頑張ってね。まあ、そんな方に向けてのちょっと話も少し入れていきたいなってところあるんですけど、まあ、高3でボランティアやってたんです。で、何のボランティアやってたかっていうと、その子供向けに、自分が実際やったのは、地域のさ、お祭りとかあるじゃんか。そう、なんとか祭みたいな祭りがあって、そこの、子供向けコーナーの、なんか子供相手にいろいろやったりするっていう。具体的にやってたことは、なんかさ、野球、ボール投げて、的に当てるゲームとかさ、輪投げゲームとかあるじゃん。それのスタッフやったりとか、あとは、なんかね、人間モグラ叩きって言って、そう、うちらスタッフが、なんか9個あるんよ。で、そこにから頭を俺らが出して、ちっちゃい子供、ほんと、保育園とか幼稚園生とかが叩くみたいな。そういうのをやってあげて、その、モグラ役をやったりとか。まあ、そんなんやったりとか、あとは小学生と、あれは中学生はないか、小学生が、キャンプがあってですね、泊まりでね、キャンプがあって、それの引率をやったりとか、まあ、そんなことをやってました。ほんと始めたのは高3。で、高3になる直前に、志望校を国公立に変えたからさ。で、変えて、で、高3の何月だったかな ?5 月か6月だったかなぐらいに始めたんですよね。結局、高3終わるまでずっと続けてたんですけど。だって、偏差値20近く足んなくって、まあ、一番まずい時ね。一番まずい時の試験からは20ぐらい足んなくって。で、まあ、予備校も行ってなかったから、独学でやんなきゃいけなくてさ。そんなことやってる場合じゃないって多分、普通の人は思うわけよ。そうそう思うわけなんだけど、でもやってたの。で、その理由はね、まあ、安定というスキルっていうのはすごく大事なとこなんですけど、これ、その受験直前にさ、あと1週間で受験なんですけど何やったらいいですかみたいな質問が結構来るのね。で、自分は極論勉強しなくてもいいじゃんって思ってる人間です。受験直前は。受験直前にやった内容が、だから1週間でめっちゃ頑張って成績伸びるってこともありますよ。もちろん。それはありますけど。でも、一生懸命やりすぎちゃって、オーバーワークになる人もやっぱいるわけ。実際の学生とかだとね。社会人が大学を受け直す時とかは、社会人ってもういろんな経験をしてかなり精神レベルが上がってるから、そういう感じでもいけるんだけど、学生のうちだと、結局そこで頑張りすぎて本番に力出せないみたいなことにもなっちゃうのね。で、何やってほしいかっていうと、試験当日に、心と体が充実した状態、すごいいいベストコンディションに近い状態に持っていくためには、今自分は何したらいいのかなって考えたらいいんです。例えば、リフレッシュするためにゆっくり過ごすことで心が落ち着くんだったら、それをすればいいと思うの。でも、それをすることによって、例えば、やばい、勉強しなきゃしてないからまずいまずいって思っちゃう。それであたふたしちゃうんだったら勉強した方がいいよね。でも、勉強しすぎてオーバーワークになっちゃってもダメだから、そのバランスは必要なんだけど、自分の心を安定させるっていう、そのスキルってすごく大事だと思ってて。まあ別に受験勉強だけじゃないよ。うん。生きていく上でね。で、自分はその、国立大に志望校変えた時に、もうがむしゃらに勉強してたんですよ。本当に。2年間。定期テストは、めちゃくちゃやってましたよ。俺通知表すごい良かったんで、高校の時は良かったんですけど。でも、通知表だけで専門学校行こうとしてた人間だから、もう定期テスト終わったらもう復習なんて一切しないわけ。だから、模試がボロボロで、ずっと。だから、まあ、それでさ、2年間ちゃんとやってこなかったから、そういった意味では。まあ、その戒めだし、と思って、まあ、1年間はもう必死でやろうと思ってやってたわけ。でもね、うわーってさ、詰め込んでやろうとすると、やっぱり、心がついていかなくなっちゃって、だから、なんていうのかな、
そのバランスなんか鳴ってるね。ああ、あれか、廃品回収みたいなやつか。で、そう、そのバランスを取るために、こう、自分がなんて言うんだろう、頑張ってる面と、その、息抜きをするところっていうバランスが大事だなと思ったのね。で、もちろんゲームとか歌を聴いたりとかも当時好きだったから、そういうのもしてたんだけど、でも、なんかそれをやっちゃうと、まあ、やってたよ、やってたけど、やりすぎちゃうと、勉強をサボってゲームしてる自分っていうのに落ち込んじゃうのね。焦ったりとか。いや、ダメだなと思って。で、その時にたまたまですね、ちょっと紹介してもらったのがそのボランティアだったわけ。で、実際自分はもう当時その学芸大学に行きたいと思って国公立で志望を変えたから、その学芸で教師になりたかったからさ、子供相手の仕事というかそういう経験もできるから、将来でも活かせるし、で、何より子供が自分当時から好きだったから、その子供相手のボランティアすごいしたくって、で、まあ、受験勉強の勉強時間減っちゃうけど、でも、その勉強時間がちょっと減ったぐらいで合否が変わるぐらいだったら努力足んないだけじゃん、俺みたいな。そう。じゃあひとまずやってみようと思って、お試しでやってみたのね。ちょっとボランティア参加して。で、そしたら、すごい自分の中では良かったの。もちろん、その、あ、なんだろう、一個、例えばさっきの祭りの話じゃないけど、祭りの話、祭りを成功するためには、その前に打ち合わせとか準備をいっぱいするからさ、その時間も取られるから、だから、なあ、大丈夫かなとかと思う時もあったけど、その分頑張りゃいいや、みたいな。そう。で、すごく安定させるというか、自分の中では良かったの、その経験がね。で、続けてた。正直、夏休みぐらいには、その、やめちゃうかなと思ったし、まあ、夏休み以降さ、やっぱ受験直前になってくるから、参加する機会は減ったよ。そのキャンプとかも夏休みに行ったぐらいだから、減っちゃったけど、でも、みんなにもね、ぜひ、例えば、受験生はこうじゃなきゃいけないとか、今自分の人生によって今の瞬間はこうしなきゃいけないみたいな時ってあると思うの。頑張んなきゃいけないって。もちろんそれは大切なんだけど。でも、あまりにもそれを窮屈にやりすぎてしまったら、それはね、きっと生きる上で何か生産性が下がるというか、効率が下がってしまうと思うのね。なんかそれもったいないなと思って。ただ、これは答えがないの。こうすることがベストっていうことではなくて、みんな、例えば A さんだったら A さんのベストがある。B さんだったら B さんのベストがあるから、まあ、で動画で例えば、まあ、ダラダラジオでさ、こうしなさいみたいなのはベストは言えないんだけど、でも、みんながなんか今人生において窮屈に感じたりとか、なんか、うーってなってる。なんかこう、身動きが取れないみたいになってるんだったら、少し視点を変えてみるのも大事なんじゃないかなと思います。こうじゃなきゃいけないってあんまりこう、なんだろうな。窮屈に考えすぎないようにしてもらえるきっかけになってほしいと思って喋らせていただきました。で、ドタバタ3月だね。そう、3月ドタバタなんですけど、まあ、先日動画公開したようにイベントがありまして、で、25、26ですね。まず月火の。これが会いに行くイベントで、一応、今のところね、結構思った以上に、なんだ、応募いただいてありがとうございました。まあ、これからちょっと、まあ、11日締め切りなんでね、それ終わってから、当選者の方に連絡するという形と、あとは3月30日にイベントがもう一個ありまして、これ YouTube スペースでやる。これまた後日ね、告知します。で、あとは、ま、誕生日があったりとか。で、ま、教育のね、関する仕事やってると、やっぱり卒業とかさ、があるんで、3月結構ね、こう、心の面、気持ちの面でもね、やっぱこう、浮き沈みがあるんでね、いろいろあったりとか、あと人間ドックがあったりとか、そうそう、いろいろあってね。で、動画もですね、まあ、勉強の動画、新しいシリーズっていうか、どうしても自分がちょっと前からやりたかった動画のね、勉強動画があって、まあ、それを撮り始めようかなと思って、まあ、新シリーズが始まったりとか、あとは、去年と同じですね、歌ってみたの動画ですね、一年に一本の。もう撮り終わったんで、あとは編集する感じなんですけど、まあ、それが3月末かなに上がったりとか、まあいろいろあります。はい、3月いろいろあって、ちょっとほんとね、ドタバタなんですけど。で、去年の、年末ぐらいからですね、ずっと仕事をしてたものが完成して、形になって、皆さんにやっとね、お知らせできる。ことになりましたので、まあ、ちょっとこれは11の週、俺の誕生日の週だね。に、告知が OK、解禁が出ると思うので、まあ、その辺でまた、喋っていこうと思うんですが、結構いろんなことが、目まぐるしく起こる3月になるんですけれども、ぜひついてきていただけたらと思います。まあ、みんなにとってもね、1年の最後だからさ、まあ、卒業だったりとかする方は特にドタバタだと思うんだけど、まあ、いろんなこう、感情の起伏がある。月になると思うんですが、お互いにね、ぜひいい月に、いい一月ね、3月にしていけたらと思いますね。頑張っていきましょう。はい、ということで今週のダラダラジオは高3でボランティアを始めた理由を喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまた次回ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらの方もぜひね、聞いてみてください。では今回はこれで終わります。
以上です。ありがとうございました。